あ、ムービーじゃねえじゃん。ムービーじゃないってことはさ、モンスターコインの調子もおかしい。体がやけに重く感じる。おっと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 、ムービーはないけど、ボスっぽいな。おお、行くぞ。今も世界中でみんなが平和を取り戻すために戦っている。お前たちの予言の双子の覚悟の子ができているなら、もはや恐れることはない。さあ行くぞ。そうかそうかそうか、思いは一つ。さあ行くわよ。ここなんか本当にもうボスっぽいね。うわ、かっけ。そうそう、あんたたち予言の双子はザラームを倒した後何をしたいんだい。ああ、そうね、世界が平和に戻ったら私もオレンカに留学しようかな。俺は士官学校を首席で卒業する。で、立派な騎士になるんだ。あんたたちならそう言うと思ったよ。よし、私も腹が据わったよ。行こう、その平和な日常を取り戻しにさ。俺はな、この戦いが終わったら田んぼを作って米を腹いっぱいムメイちゃんに食べさせてあげるんだ。この2だ、分かる人コメントをよろしくお願いします。ムメイちゃん可愛いよな。てかあれだな、本当に主人公2人はなんかなんつーのマイペースだね。うん、てここで合ってる。お、敵っぽくないぞ、ボスっぽくないぞ。あ、また戦闘か。閉じ込められて右にも扉あるもんね。どんだけ戦闘させんねん最後に。もう疲れたわ。スライムは舐め腐っとるのこれ。この時代に迷い込んでしまった時はさすがの私も焦りましたが、あなた方との出会いというかけがえのない宝物を見つけることができましたぞ。俺たちだって冒険好きの頼れるおっさんと旅ができて楽しかったぜ。これあれか。え、嬉しいことを言ってくれますな。さあ冒険の山場はここからですぞ。なんかどんどん出てくるんだが、なんだろう、どんどん強くなってくるのかな。今まで出てきた敵でそんな気もしなくもないな。よし、なんだろうな、最後にこういうのがあるの。うえー、びっくり。おい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 、よいしょ。全然 MP 使っちゃったやん、もう。でも BGM が全く変わらないね。まだなんかさ、ボスっていう感じじゃないよ。あ、弱いな、そんなもんか。でかいだけだな。はい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 。こいつらも？あ、いた。よしよしよし。おお、なんかマリオカートのコースみたいな感じに出てきた。こんな感じのコースあるよね、 Wii U かなんかで。うわ、すげえな、こういう中見るの好きでさ。まさかお前たちと共に魔王と戦う日が来るとはな。それはこっちのセリフだよ。未来がどうなるかなんて分かんないもんだよな。でもこの先の未来、平和な世界の未来を私たち切り開かなくちゃいけないのよね。必ず切り開けるぞ、俺たちならな。なかなかね、会話があるから俺喋れないよ。まあ別に喋ってもいいんだけどね、よく喋ってたけどさ。あのさ、ここのああいう左に出てくるテロップの会話ってちっちゃいよね、声が。さあさあさあ来いよ早く、ラスボスなんだろう。もう来たよ来たよ、またこんな感じか。あんたたち大変だ。実は予言の双子だとか急に言われてた。まあな、正直まだ腑に落ちてないところもあるんだけどさ。でもこの世界のみんなを助けられるなら予言の双子っていうのも悪くないなって。よし行くよ。ま、乗りかかった船だし最後まで付き合ってあげるわよ。シャトルインパクト。オイラこの世界好きだぞ。人間も魔物もいいやつばっかりだ。だからこの世界に悪いことする魔王は嫌いだ。ぶっ飛ばしてやりてえぞ。うむ、アボリン生意気だ。
お、扉が変わった。おーおーおーおお。この奥にはなんか神殿っぽいのがあるぞ。神殿で教会？あの森で出会った時からなかなかの連中だと思ってはいたがよ、まさかおめえたちが偉い王様の末裔だったとはな。実を言うと未だにいまいち実感が湧かないんだけどな。私も。でもそれが本当なら私たちザラームには絶対に負けられないわね。当然だ。この俺が力を貸してやるんだから。奴がバカにしている人間の力がどれほどのものか見せつけてやろうぜ。任せて。さあ行きましょう。次だ。まだまだ終わりそうにないね。ここは入ったらやばそうだけど。あー、まだ奥にも扉あるわ。お、着いたぞ。中ボスっぽいな。じゃねえな、中ボスでもねえか。あれ、本当に終わんねえぞ。どんなに厳しくたって私たち絶対に諦めない。負けないわ。ああ、俺たちの戦いにこの世界のみんなの未来がかかってるんだからな。行くわよ。そうです。爆発だ。この世界の運命、大切な未来、みんなで切り開きましょう。かっこいいこと言うじゃない。私もやる気が出てきちゃったわ。もしかしてここってさ、テンション貯める場なんじゃねえか。もう今更だけど。だってさ、それでボスに挑むときに楽になるっつうか、そういうことなんじゃない。じゃあそれやんなきゃね。さあ次は、多分そうだな、テンション貯めるためにある戦いだと思う今のはね。予言の双子か。やれやれ、とんだ厄介ごとに巻き込んでくれたもんだぜ。ごめんなさいククール、みんなを危険な戦いに巻き込むことになって。いいのいいの、私たちはみんな自分の意思で協力してるんだから。ククールだってまんざらでもないはずよ。ちょっとひねくれてるだけなの。そっか、ありがとうククール。うっせえな、勝手に言ってろ。行き止まり来たよ。あれ、テンション貯めるための戦いじゃなかったんじゃない。お、あ、行き止まりじゃねえし。さあお次は、多分全キャラの会話が終わってからだよね。てかちゃんとさ、この通路がさ、会話の長さ分になってるのすごくない。今だってちょうどだったよね。うわ、厄介なの来た。私全然不安じゃないわ。頼れる仲間がこんなにいるんだもの。行くわよ。俺信じてるよ、みんなと一緒なら絶対に負けないって。バッチリみたいね。お任せください。お二人の信頼に応えられるか、このクリフトも全力を尽くします。ちょっとやれるな。あ、弱いなこいつ。こんな弱かったっけ。ベロリーマンのが強かったわ。よし、いっちゃがり。さあ、開け秘密の道よ。お、いかにもレッドカーペット的な何かじゃないですかこれは。テンション全然使ってよかったね。いや、俺は後悔してないぞ。この先にはザラームの気配しかない。残るは奴だけのようだね。感じるぞ、奴の邪悪な気配を。私も感じるわ。これが最後の戦いになるのね。さあ行きましょう。もしかしたらですね、最後のあのさあ、何、私から聞くのもなんだけど、いつもみたいにたぎってこないの？もう言うまでもないだろ。
さっきからずっとたぎりっぱなしだ。立ちっぱ。やはりか。まあ今は皆がお前と同様にたぎっているのだろうがな。そうね。さあ行きましょう。ザラームを倒しに。キャラの会話がないとこはカットして時間を縮めてると思います。でこのパートに詰め込みたい。よし行くぜみんな、突入だ。行くぜみんな。クンヒロドラゴンクエストヒーローズストーリー最後のパートになるかと思います。よろしくお願いします。来たよ。これはよく主の姿が見えないようだが、まさか留守にしてるわけじゃないよな。ふん、私たちにビビってどこかに隠れてるんじゃない。俺マシじゃねえかよ。喜べ人間ども、貴様らのような卑しき者が我の姿を二度までも拝めるのだからな。痛くねえよお前なんて。ザラーム。しかし闇の雷に打たれ塔の崩壊に巻き込まれてもなお生きていたとはな。貴様らが呆れるほどにしぶといのか、はたまた忌々しき邪魔者が再び現れたのか。そう簡単にやられてたまるもんですか。はっ、毎度詰めが甘いんだよ。まさに虫けら雑草。価値のない卑しき者ほどしぶとく見苦しく生にしがみつく。だが神を超えし我の前では絶望的に無力よ。焼き尽くしてくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。言ってくれるじゃねえかよ。お前の存在自体千年の木ちっちゃ。おっと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 、わあやばいやばい。何が神を超えしよザラーム。私たちの平和な世界を何返してもらうわ。人間ごときに何ができる。やばい、ドルマ解くと味わうがいい。くっそ、こいつ分裂が効かねえ。しかもいいオーラが厄介だな。スクルト、あースクルトもダメか。よいしょ、おーいいね、ダメ、いいダメージ来てる。これ、これでいけるんじゃね。うわーん、どうだ。リベホイムがあればなかなかいいじゃね。あ、でも消されるのか。いやでも撃っとくだけの価値はありそうだな。うい、いいんじゃない、いいんじゃない、順調。絶望的に無力、無力よ。うわ、我こそは神を超えし存在ザラーム。虫けらども恐怖に震えるがいい。チカチカチカ、こいつあれだな、狙ってくるな、ちゃんと操作してるキャラクターを。やばい、まずい、まずい、まずい、やばい、やばい、やばい、リベホイム、やばい、くる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 、ナイス展開。くー、くるよ、くるよ、くるよ、123のメラゾーマ、よし、あくそ、楽しませてくれ。まずい、くわー、なかなかに面白い。もしやお前たちの中に。お、バレた。何を偉そうにごちゃごちゃと。無駄口を叩く余裕などなくなるほどに楽しませて。二人とも落ち着いて。やばい、途中にハマっちゃダメよ。倒しました。うわー、このあいつ範囲広くね。めっちゃ広いじゃん。まあでもやれんことはないな。
貴様らと遊ぶのも飽きてきたな。うわ、虫けらのあがきなどこの程度か。さっさと貴様らを片付けて世界中の人間を焼き尽くしてやるとしよう。うわっ、そんなことさせるもんですか。うわー、地獄ラッシュがマジでやべえ。避けらんねん。やばい、これは避けれる、避けれるはず。よし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 、毒か次は。おい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 、マヌーサ系かな今食らってんのって。ちょっとあーやべえ、終わったか。うわわわわわわ、えぐっちゃん。ちょっと待ってよクリフト、お任せください。これあれだな、魔法跳ね返すやつ欲しいな。ナイスガードだけどめっちゃ食らうな。展開できたか、リベホエミは。ちょっと近づこう。うわあとちょっと、第二形態までだろ、どうせ第二形態あるんだろ。知ってるんだぜそんなこと。やべ、まあ幻に包まれるか。よしよし、いける。あぶねえ。うわー、避けらんねえな。はい、バカでけえ。うわー、くそー、あとちょっとで避けれた。いける。よし、いける。いったか、行ったか。よっしゃ、来た、行った、本気プレイ。雑魚じゃねえかよお前よ。まだ甘いってか。高笑いだな、高笑い。愚か者どもめ、まさか勝ったとでも思ったか。いや、おめに勝ったって言っちゃった。残念ながらこの程度では我に勝つことは愚か、傷一つつけられぬ。圧倒的な力の差というやつだ。さあ、己の無力に打ちひしがれながら行くがいい。お、なんかこれワンでも見たぞこういうの。何、笑ってばっかじゃねえよこいつ。ヒヒヒか、貴様ら二人がナジムの弟の血を引く者たちか。弟、素晴らしい。貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。そして今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。待っていた、魔族に転じて生きながらえ千年の間待ち焦がれていた。ナジムの血を継ぐ者を叩き潰すこの時をな。上、へこんだ。また化け物になるんじゃねえの。うん、嘘でしょ。ムクムク大きくなってくじゃないの。ムクムク、ムクムク大きくなっちゃう。もう化け物になりすぎなんだよ、ドラクエの最後の敵はよ。昆虫か、またうーげー、顔がやべえ。ザラム、私たち勝てるかしら。もち勝たなきゃいけないんだ。そうだ、いけないんだ。この世界を守るためにはな。大丈夫だよ、あんたたち二人だけにこの世界の命運を背負わせやしない。私たちが一緒だ、必ず勝てる、倒せるぞ。お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。
覚悟しろ。ザラーム。マジで昆虫だな。虫属性だ、虫属性。でっけえ、なんかレベルアップした。はあ、おいおいおい。どこどこどこ、力の源を断つんだ。これさ、いつが好きなの。うわあ、ちょっと待って、なんか空中止まらされたんだけど、どういうことどういうこと。よいしょ。幼い頃お前たちと世界を救う英雄になりきって遊んだものだけど、本当に魔王とやり合うことになるとはな。この戦い負けるわけにはいかん。まさかラジムの子孫と一緒に戦うことになるのだね。つくづく不思議なもんだ。あ、今前はガラキなんじゃね。千年の因縁を終わらせるよ。そうか、ダウンしたときに私の冒険を封印してみようと思う。勝負よ。トレネコさんがこの冒険終わったら本にしてくれるってさ。多分ダウンしたところ、あ、誰当たった、当たった、あ、来た来た。やべ、縛られてる。闇の檻、任せて。あれ、生きて出られないと聞くが、何ですって。どうしよう、このままじゃみんなが。あんたたち双子なら光の力で闇の檻を破れるかもしれない。死んじゃったよ。おいら全力で戦うぞ。これどうしたらいいんだ。力に頼っておきながら、何が神を超えし存在だ。そのふざけた妄想ごと叩き切ってやる。最強の剣士がな。おお、来た。化け物が出てきたもんだ。これが元人間とは思えねえぜ。どんな野郎が相手だって今の俺たちなら勝てる。メラゾーマ、そうだろ。やばい、みんなやれやれやれ。雪山で出会った時は魔王と戦うことになるなんて思えなかったけど、こうなると決まってたんだ。千年前からね、千年も封じられていたのに改心しないなんて、あいつ本物の悪党ね。よし、このアリーナが馬鹿げた野望を打ち砕いてやるわ。人々を苦しませ、悲しませる者に王を名乗る資格などありません。狼よ、残りし者に裁きを、我らに勝利の祝福を与えたまえ。ドラクエの最後の戦いさ、本当によう喋るからさ、いいよねこれ。熱いんですよ、俺ずっと聞いてるけど今。だから俺喋ってないんだけどね。神羅万象山、さあちょいとやりすぎちまった。やりすぎじゃない、全然。さあどんどん打ってこ、ゴリゴリ削ってくよ。無理、いいね、線出た今。よしよし、かなり減ってんじゃない、順調だね。やばい、なんか来る。あっ、捕らわれてる捕らわれてる捕らわれてる。聖杯は光と闇、どちらの力も吸い取ることができるんだ。今やつは光の力を吸収してる。きっと何か仕掛けてくるよ。させるか、聖杯を狙え。あいつを助けるんだ。お任せください。やばいか、間に合うかこれ。当たれ当たれ当たれ。
全然威力低いけど大丈夫これ。よしよしよし、おし来た。よし、いけるぞいけるぞいけるぞ。あーしまった、撃つ前にやっちゃった。おー余裕なんじゃねこれ。やべ、ふい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 。この戦いに世界の未来がかかってるんだよな。私怖くて仕方がないんだ。みんなと一緒だから絶対に負けないって思えるわ。同感だ。よし、この戦い何が何でも勝つぞ。勝負よ。また後ろか。もったいねえことしてるな。ね、向きちゃんとしなきゃな。ここでダウンしてれば、あ、よしよし。今こそ予言を終わらせてやる。お任せください。よし、もういっちょ。来るかなんか。ゲッ、ゲゲゲゲゲ、やべやべやべ。まずいぞ。あと一発。ベラゾーマン。よーし、勝った。これは勝ちでしょう。かっこよ。聞かぬ。え？聞かぬぞ。まだあるのか？たかが人間ごときに我が破れる。なぜだ。我の体を神をも超えた我が肉体が。お？光の力が上回ったってこと？どうのでしょうか。オルネーゼ。来た。オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラームも悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。誰だ。ナジムの血を継ぐ者たちよ、ありがとう。あなた方はナジムの願いを叶えてくれました。レティスだったか。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。本当だ。さあ、予言の蓋のよ、聖杯を取り分かたれた世界を一つにするのです。千年の時を超え定めの通りに。おいみんな、うっとり見とれてる場合じゃないみたいだよ。急いで地上へ戻るんだ。城が消えていく。消えちゃった。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければなるまい。予言の終わりと新たな王の誕生な。え？ほら、ん？
なあ、ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんてそんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしい者などこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。僕も我が輩も協力するであります。参ったな。あれマリベルやミニアたちは？そういえばドルネコもハッサンもみんないない。おかしいね、さっきまでは確かに。あ、探してくる。私も。おい、お前たち。いた、みんなだ。おい、よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。帰る？それって元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても勝手な話よね。ザラームを倒した途端王になれたなんてさ。けど私は良かったと思ってるわよ。双子の王があんたたちで。照れた。私もそう思います。お二人が王ならばきっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、シャントハイムに負けないくらいにね。みんな、おいら帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。約束だぞ。この甘ったるめ、我が輩は泣かんぞ。泣くものか。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ、切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たちずっと一緒に戦ってきたんですから。おっと、そろそろ時間みたいだぜ。うん、そうみたい。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃ出発。じゃあな。お待ちください。しまった、笑っちゃった。絶対また会おうな。絶対だぞ。みんな元気でね。私たちに。あ、ちょっとどうしたの？おーし、じわじわたぎってきた。こうなったら腹切ってやる。猛烈に思いっきりガンガンやってやるぜ。ちょっと、今回ばかりはいつもみたいな適当な考えじゃダメなのよ。ちゃんと本気で考え。本気だ。
それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応えるたった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。あ、マジかよ。この二人が双子でよかった。リア充爆発しろなんて思ってないんだからね。クエストクリア、クエストじゃねえや、ドゴンクエストヒーロー2クリアおめでとうございます。皆さんも感想おめでとうございます。いやー楽しかった、めっちゃ楽しかった。結構なボリュームしかも、多分放置時間を抜いても30時間ぐらいかかったんじゃないか。今おそらく放置時間も含めたら50時間ぐらいはいってるんだけど、かかったかな。いやマジで最後みんな帰るんだね。やっぱりやっぱ帰っちゃうんだね。なんか寂しいよね、こんだけ一緒にさ冒険してさ、で帰ったらおそらく記憶ないんでしょ。そんな気するもん。キャストさんたちがね、ここにどこだこと出てきますんで、皆さんもね、もう見てください。誰なんだろうな、なんかいろいろ気になる人はいたけど、まあメインキャストさんたちは全部書いてるんですよ。ゼビオンとザラーマン同じだよね、それは分かってた。あ、他にも書いてあるけどキャラクターは載ってないな。ゼザールなんで最後に出るの、だからなんで最後に出すんだろうね。そこが気になるわ。多分、なんか、ね、狙ってんだろうな。懐かしいなぁ。もう本当にこう、最近、光栄テクモさんが作るゲーム、すげえ良くない？もう、この技術は大切にしていただきたいね。なんか一時期っていうか、無双系とかは昔やってたんだけど、この5、6年全然手つけてなかったんですよ。で、コエテクモさんのゲームも全然手つけてなかったんだけど、進撃の巨人とか、まあ、ドラクエヒローズ1から始めてね、まあ、もうすごいクオリティで、俺 PS3 やってたんだけど、その時もハイクオリティだったんですよ。で、ね、もうなんか改めて、いや、すごいなと。この技術力。まあ、ヌメヌメ感もすごいし。どうなんだろうな、スクエニも協力してんのかな、違うのか。ゲームはゲームだけだよね。スクエニは、このキャラクターとか舞台をストーリーとかを、まあ、提供してるだけで、作り上げてくれてるのはそこだもんね。すごいな本当にね。こんだけいろんな人が関わってこのゲームができてるわけですよね。もう本当にチートとかする人はね、まずこのいろんな何百人何千人何千人はいないか、何百人の方のなんか努力の結晶というかね、を一回見てもらいたい。あ、劇団ひまわりって書いてある。へえ、なんか関わってんだ。あ、そこの中から、なんか演じてくれる人をチョイスしたりしてんのかな？おー。いや、クレジット見るのもね、好きでね、俺。まあ、いろいろ、最近は、なんか、なんつうんだろう。昔よりは、楽しみ方がちょっと変わってきたというか。あ、俺ん顔お前はあれから出てこなかったな、結局。すごい、移動、うわ他人マーガやべ。エンディングでも下ネタばっかじゃねえか、俺、おい。ダメじゃねえかよ。ムービーの美味しいシーンばっか、ね、来てるね。見てて面白いな。懐かしいな、アトラス。からの、ギガントドラゴンとの勝負。いやー、ゼビオ王が、まさかね、クリフト。クリフトのさ、最後、聞いたみんな。落ちるときさ、リッツに乗るときに悲鳴あげてたじゃん。
もうあそこは笑うしかなかったよね。エンディングは黙ろうと思ったんですよ。俺も真剣に見たかったし、みんなにも真剣に見てほしかったから黙ろうと思ったら笑っちゃったし、あとマリベルが最後出れたじゃないですかね。もうやっとかと。マリベルのまさか出れがね、このゲームでもしっかりと見れるなんて思ってなかったから。最後の戦い熱かったね。ちょっとレベル上げすぎかなと思ったんだけど、上げすぎなのかな、倒せるように設定してあるのかな、それともゼビオンの方がね強かったね。うん、最後はなんつうんだろう、しっかり回避しなくてもゴリ押しでいけた部分があった。皆様本当にご視聴ありがとうございました。そしてね、小出雲さん、スクエアエニックスさん、本当にこの素晴らしいゲームを作っていただきありがとうございました。そして自分に実況お疲れ様と。いやー、なんかこうやって見ると服が様になってるね。終わりましたということで、実況は終わりですとは言いません。まだまだやり込み要素が多いと思いますんで、そちらをしっかりやって皆様とまた楽しんでいきたいと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。じわじわたぎってきたぜ。